おう、じいちゃん、エミ。こんにちは、マオさん。芦屋さんと漆原さんは出かけてるんですか？芦屋は買い物、漆原は押し入れで寝てるよ。一応勇者の襲撃よ。油断しすぎじゃないの？呼び鈴鳴らして家主がドア開けるまでおとなしく待ってるとは、悠長な襲撃だな。それで、急にどうしたんだよ？私はその、たまたま笹塚駅で遊佐さんと会って、その…私がすごい顔してたから、あなたと大立ち回りをするんじゃないかって心配になったんですって。まあ、つまりあれだろ？いつうちに来てもいいようにってことだろ？一緒じゃないのか？今、お隣で鈴乃さんが遊んでくれてます。一緒にご飯食べたいって言ってるの。夕食は何にするか決まってるの？おいおい、そのつもりなら先に連絡よこせよ。こっちにも買い物の都合があるんだからよ。魔王城ならいつでも勇者の襲来に備えておきなさいよ。勇者への備えってそういう話？なんでもないです。もし食材が足りなくなったら私が代わりにお買い物行きますよ。いいや、ちいちゃんにそんなことさせるわけにはいかねえ。そこは鈴乃に頭下げて食材借りるか、そうでなければエミに行ってもらうのが筋だ。だろ？まあ、それは必要なら仕方ないから行くわよ。あと、テレビ買ったんでしょ？変な番組とか見てないでしょうね。なんだよ、変な番組って。見てねえし、予診版見てたとしても、テレビつけなきゃいいだけの話だろ。疑うなら見てみりゃいいだろ。変なことなんか何もないから。テレビアニメ、働く魔王様。笹塚の街に魔王と勇者たちの日常が帰ってくる。2022年7月から放送開始。お楽しみに。ああ、わかったわ。それじゃあベルに声かけてくるから。あれ、芦屋さん帰ってきたみたいですよ。おい漆原、そろそろ起きろ。テレビアニメ働く魔王様。笹塚の街に魔王と勇者たちの日常が帰ってくる。2022年7月から放送開始。お楽しみに。